はい。LGBTQ の Q、クイアーのマコネーです。今日も M キャストやっていきたいと思います。まあ今日はね、どんなお話をしようかなと、えっ、ー、と、考えてたんですが、まあ WBC の話題でもいいんですけど、もうさすがにね、もう疲れてきちゃって。<laughs> まあ確かにね、ものすごい試合だったし、感動したし、合計もしたしっていう感じなんだけど、まあね、 えっと、まあ、WBC はちょっと置いといて。今日はですね、まあ、二つぐらい考えてるんですが、まあ、一つはね、うんと、え一、ー、つは、多摩にある、えっ、ー、と、慶泉女学園が閉学って聞いて、あれ、私の中では結構馴染みのある、 名前なんですけど、うん。まあ、少子化のために、廃学、まあ、学校辞めちゃうってことですよね。まあ、そういう流れになったみたいなんです。まあ、そこで、ちょっと少子化について、なんかちょっと考えてみようかなっていうテーマもいいかなとか思ってる反面、もう一つね。もう一つは、あの、まあ、最近ちょっと気になったトピックスっていうと、 えっと、道端ジェシカさんのファッションモデルのね、道端ジェシカさんが、えっと、合成麻薬かなで捕まったっていうニュースそう、たまたまね、ちょっと、えっと、私が見てたニュースサイトで流れてきて、まあ、あの、少子化もちょっと重たい話だし、このね、麻薬関係もちょっと重たい話だけど、まあ、どっちかちょっと話していきたいなと思ってます。 あそんなわけでですね、今私、ボールペンを持ってるんですが、ボールペンを持ってるんですが、えー、っと、落として、左側の方に倒れたら、少子化、右側の方に倒れたら、えー、っと、うんと、麻薬の話にしようかなと思ってます。せーの、というわけで、今日は少子化の話をしていきます。まあ、あの、んとぶっちゃけた話ね。あの、私はさ、 まあ、子供、作れないよ。<laughs> あの、M キャスの中じゃなくて、えー、っと、ワキャリダイエットウォークの中で、私はお母さんに憧れたっていう話をしてたの。うん。まあ、興味ある方はね、ワキりリダイエットウォークの方を探してみてください。そう。えー、っと、まだそんなね、本数ないんで、まだ見っかりやすいでしょう <laughs> そう。で、えー、っと、 まあお母さんに憧れてたんだけど、私はね、お母さんのかっこよさを見て、私も母になりたいなと思ったの。でもさ、あの、まあ、ね、小学校上がる頃にはさ、もう私はあの、女の子じゃないっていうのは、まあ自分でわかるわけですよ。当たり前のように。<laughs> そう。あの、まあ、なんかね、資料とか読むと、自分の性をしっかり認識するのはいくつぐらいというデータがあるんだけど、私はね、 えっと、小学校上がる前には、まあもちろん男の子、自分が男の子だってことは、もう、もちろんわかってるよ。だから、まあお母さんにはなれないっていうのはわかってたんだけど、あの、まあ、お母さんになりたいっていう気持ちはね、ずっとあって、うん。まあ、お母さんになれないってわかってるだけになんか私んかの中の心の絶望感って <laughs>、まあね、あの、前々からあったんだよ。そう。 まあ、あの、そうなんだけどさ、まあ、少子化っていうと、まあ、ぶっちゃけさ、うんと、世の中、あの、女性がね、あの、一人、全員女性が一人、二人以上生まないことには必ず少子化になるわけよ。そりゃそうよねお。男性と女性がいて、初めて一人の子供が生まれるわけだから。そう。だから、あの、うんと、一組のパートに,に対して、二人以上、 生まれないと必ず人口は減るわけ。そう。そうするとさ、現在どうかっていうとさ、それは減って当たり前だよね。<laughs> そう。少子化問題じゃなくて、あの数が減るのは当たり前で、そう、あの、本当それこそ積極的に、埋めや育てやみたいな、その戦前じゃなくて戦後すぐみたいな、そんな、あの大キャンペーンを貼らない限り、あの、増えはしないよ。 うん。だって、あの、結婚するっていうこと自体、リスクって感じがある人もいるし、まあ、それはね、うんと、男性も女性も別々の理由であるよね。うん。まあ、ちなみね、結婚したい理由と結婚したくない理由、男性も女性も全然まちまちで、私もね、私は当私はね、 あの、残念ながらさ、当事者じゃないから、男の子の気持ちも女の子の気持ちも聞けば、ああ、なるほどね、とは思うけど、私個人としてはよくわからない。<laughs> だって私は、うん、好きな人が今いるかって言ったらいないし、別に、あのうん、と私あの好きな人がいたからって、あのずっと一一緒にいたいと思わないし、まあ、一生その人とずっと付き合いたいなんて、 ちょっと頭おかしいんじゃないのかって私正直思うもん。うん。そう。まあ、その好きでさ、一緒に付き合えてます。一緒に住んでます。でもさ、まあ、飽きるよ。え、飽きないのみんなさ、よくまあさ、結婚してその後ずっと一緒にいれるよなと思うもん。そう。うちの両親なんかあんだけさ、派手にさ、喧嘩したりしててもさ、 あの、なんだかんだ言って、まあもうこの人には私しかいないからさ、もう最後まで付き添うわ、みたいな感じで、ええー、そうなのみたいなのが私の中の勝てない印象なんだけど、私はさ、もう、あの、修正一人しか好きにならないとか、一人としか付き合わないとか、一人としか結婚しないとか、それがもうそもそもおかしいんじゃないですかって思ってる。うん。だからさ、あの、今はね、 あの <laughs>、たまたま、あの、うんと、さっき、あの、道端ジェシカさんの話が出てたんだけど、誰だっけあの、うんと、結婚したばっかなのにもう別れましたっていうのをブログで公開したっていう人いたじゃん。<laughs> 今日だったか昨日だったか。うん。いや、全然普通だと思う。そう。また新しい人と付き合って、さあ、また結婚したっけ結婚すればいいじゃんって。そう。私の友達でもね、あの、最近、あの、インスタで、 インスタで連絡くれたんだけど、いやー、あのー、3つ目のバスが好きそうでさーなんて話になったの。3つ目のバスって何だって思ったら、よく考えたら、なんか見たことない名字で,できた時に、ああ、結婚したのねって、そういえば、あの、バツ1とかバツ2とか1軒買ったっけーなんて感じで思ってたんだけど、3つ目の結婚ももうすぐ終わりになるんですねと。<laughs> いいじゃないの、そんなの、全然。 そう、何回結婚して何回別れたって全然問題ない。好きなだけあってちょうだい。うん。私はね、ずっと同じ人と,あの、うん、とずっと一緒なんていうのはありえない。だってさあの、私はね、まあ、あの、うんと、そうね、文字一応、まあまあどうなの、どこまで YouTube を共有してるかわかんないけど、まあまあ、あのうんと、 夜のお勤めだ。夜のお勤め,めってしよう。夜のお勤め、まあ、まあ私あの、うんと、やりたいときは四六時中いつでも OK だけど、<laughs> そうやりたいときは四六時中いつでも OK だけど、まあ、便宜上夜のお勤めもう私ねあの、同じ人とそんな何回もやるのね、もう嫌だそう。できればあの、うん、と毎回じゃないにしても、まああのうんと、定期的にチェンジしたい。<laughs> そう うん、もうこの人と以外はやらないなんてないないない。もう私はね、あの、うんと、大人数でやってもいいし、もうパートナーコロコロ変えても全然平気。うん、だからあの、これまで付き合った人にも、私さ、夜のおめあんま好きじゃないから、やりたかったらよそでやってって平気で言っちゃう。そう。うん、やりたいときは、私がやりたいときはやりたいって言うから、その時は付き合ってみたいな。 そう。それ以外は全然私の立場から、まあ好きなだけ外でやって。うん。別に他の人好きになっても全然いいし、私と別れたくなったら言って、みたいな。そう。私また別の人探すし、みたいな。そう。うん。それくらいな感じなのよ。そう。だからさ、あの、うんと、あの、付き合った、ずっと付き合ってるとかずっと一緒にいるっていうのが当たり前な、この世の、この社会の考え方だと、 まあ,あのうん、とまあねまだまださ産めや育てやっていう国はいっぱいあるわけよ世の中に、うん、いっぱいあるけどもあの日本はそうじゃないじゃん、まあ、そうじゃない日本でさそんなねあの結婚したらずっと一緒にいなきゃいけないとか1人の人以外と付き合っちゃいけないとかそんなこと言ってたらねもう少子化なんか止まるわけない <laughs> 進むばっかでもね 私は少子化いいじゃん、別に。もっともっと人間少なくてもいいと思ってるよ。まあ、あの、ちょっと最近のデータ分かんないけど、かちょっと分かんないけど、調べれてないけど、まあ、日本中に1億2000万人いようとする。うん。このさ、まあ、決して狭くはないけどね。狭くはメルカトリーズ法のせいで狭く見えちゃうけど、まあ、狭くない日本にしても、あのー、まあ、1億2000万人多すぎるよ。うん、多すぎる。 そう。で、仕事の数も多すぎる。うん。会社も多すぎる。そう。<laughs> みんな多すぎる。そう。人口が減って何が悪いのもっともっと減っていいと思う。そう。人工知能がどんどん入ってきてさ、仕事がなくなる。大歓迎だよ。仕事なんか少ないに越したことがない。うん。じゃあ、あのさ、じゃあ、あの、仕事は私がないんだけどっていう人がいたとしたら、いたとするとしたら、それは、 あの仕事の探し方に問題があるんじゃないですかって思う。だって、あの、基本的にどこでも人手不足だよ。そう。人手不足。うん。もちろんね、あの、うんと、人が、あの、余ってるっていう業種もあるし、まあ、人気あるところは、まあ、あの、うんと、採用されるのが難しいかもしれないけど、基本的にはさ、あの、うんと、どこ行っても人手不足よ。うん。 だから、あの、何でもいいと思えば、仕事なんか何でもあるさ。私たちみたいに、あの、何でもいいけども、基本的に仕事したくないです。みたいできれば休みが山ほどあっていいです。そう、できれば、あの、うんと、収入少なくてもいいんで、あんまり当てにしてください。当てにするのやめてください。みたいな、ほんとそう、超偏屈なさ、変わり者だったら別だけど、あの、うんと、 仕事を探すの、そんなに大変か <laughs> あのね、私はね、あの、実は、あの、社員になって働いた経験がないから、まあ、社員になって働く大変さとかそういうのよくわからないんだけど、もうね、世の中、社員なんて仕組みも、パートも社員もさ、あの、そんなのもういらなくない <laughs> 仕事っていうくくりでいいじゃない。そう。 責任感があるかどうかなんて、パートだろうが社員だろうが、あの、最低限の責任感ってあって当然じゃん。そう。そんなのわざわざ分ける必要なんかないんじゃないかな。そう。それにね、うんと、今さ、あの、最近 YouTube の中でも AI ってさ、すごく出てくるじゃん。まあ、詳しい人は詳しいよ。そう。私もね、 うんと自分で文章を書いたりするのは、半分も、半分じゃなくて、8割、9割は AI に書かせている。AI が書いた文章に、あの、さらに指示を与えて書き直してもらったりして、私の好みに合う文章に作ってもらったりしたりする。そう。それとか、あの、わからないことは、私もね、Google で検索とかしない。そう。AI に全部聞くも。これこれ、こういうどのが欲しいんだけど、あの、リーズナブルで、えっと、日本で買えて、送料込みでもいくら以内のものを、 で、コスパがいいものを探せみたいな感じで聞くと、だーって出てきて、これがいいですよって言ってくれるわけよ。うん。もうさ、あの、社長も AI でいいよね。そう。あの、会社の売り上げを作るために、何をしたらいいかっていう風のを決めて指示してくれる人が、あの、いれば、まあ、その指示に従って働けばいいだけだから、もう、あの、社長、最終決定権はもう AI でいいと思うもん。そう。 もう世の中ね、社長いらない。<laughs> そう。あとね、コンサルタントみたいな仕事もまあいらないよね。そう。だってみんなあの、AI が答えてくれるもん。そう。よっぽど AI の方がいろんな世界中の情報を集めて答えてくれるか経験豊富だし。うん、知識いっぱい知ってるし。そう。で、一番あの、埼な解決策を提案してくれるし。と思うとさ、あのー、これから先の仕事ってきっ と、AI と上手に仕事をできる人があ、あの、いいんだと思うよ。うん。そう、AI に使われてる人は、まあ、いつまで経っても、あのー、えっと、下っ端労働者よ。そう、下っ端労働者。嫌 <laughs> な言い方だよね。私が一番底辺にいる下っ端労働者なのに。そう、まあ、下っ端労働者って、まあ、AI に使われる人だと思うの。で、まあ、エリートってわけじゃないけど、 まあ、まともに仕事をできるっていう人は、やっぱり AI を使いこなして、AI と一緒に仕事をできる人だと思うんだよね。そう。で、もしトップエリートっていう言葉があるんだったら、AI に指示を与えることができる人になるのかな。でも、それもね、その感覚もあったとしても、多分、そう、あの、あって2、3年じゃないか ?2、3年。うん。まあ、5年はそんな時代は続かないと思うな。実機にもう、指示する方も AI で、 あの、うんと、AI 同士が支持し合うっていう感じで、ほっといても AI が組み立てられちゃうみたいな、まあ、もう、多分ね、あの、時代が、まあ、10年はかからずに来るんじゃないかな。だって、あの、このね、あの、11月だったかな、チャット GPT が発表されたの。チャット GPT が出て以降、あの、ここ、えっ、ー、と10、12、13、14、15。 まあ、えー、っと、4ヶ月、5ヶ月ぐらいで、ほんと世界中の働き方変わったよ。も、ま、う、あ、全然違うもん。うん。なんかね、あの、言っちゃなんだけど、YouTube の広告とかで、ね、あの、コンサルとかね、あの、うんと、あなたもこういう働き方しませんかっていう、あの、お仕事の提案してる人たちいっぱいいるけど、もうちょっと古いね、感覚が。 うん、ちょっともう時代とずれてる気がする。もうあなたたちの、あの、あなたたちいらないから。そう、みんな AI を答えてくれてますから。うん。で、漢字そう。だからね、あの、本当そう。少子化もそうだけども、あの、常に時代が変わっていく中で、あの、都核日本人ってさ、あの、 自分で現状に対して判断がつかない人が多いと思うの。うん。みんながみんな状況に流される。といい悪い考えないそう。与えられた状況が正しいものだと信じ込む。うん。そんなことが、なんかね、現代日本人の、本当なんか悲しく愚かしいところであって、同時に、あの、うんと、まあ、使い合われやすい、あの、 人種っていうことなのかなって思ってる。うん。ただ本当に、あのー、結果出す人ってそういう人いないから。<laughs> そう。常にさ、現状にあの疑問と不満を感じてて、常に現状を打開するために、常にいろんなことを考えていろんな判断をし、リスクを背負ってでも新しいことにチャレンジする人が何やってもうまくいく人たちだよ。うん。成功してる人たちってそういう人じゃん。そう。 だからさ、あの、うんと、なんだっけ、あの、さっきチらッとで言った、道端ジェシカさんの、あの、まあ、合成麻薬の所持だよね。多分所持だと思うんだ。あの、日本は多分所持してなければ、吸っただけではね、あの、あの、逮捕にはならないと思うんだよね。確か。そう。あの、マリファナもそうだから、マリファナも所持してるだけ、所持してると逮捕だけど、吸った、あの、なんかもらって吸ったけど、あれがマリファナだったのかなっていうぐらい、 だだったら、まあ、厳重注意で済むんだよね、うん、なんでそんなこと詳しいかそれは当然じゃん。マリファナ大好きだからよ。うん。私、マリファナ大好き。ただ、私は、あの、日本で持ってないし、持ってないし、もちろん、あの、新潟県もね、山行けばマリファナかなんかさそ、朝なんかいっぱい生えてるわけよ。もともと、あの、新潟県は米よりも朝の産地だったからさ、山に行けば、まあ、朝なんかいくらでも生えてる、生えてる。 だけど、知ってればね、これ朝だとわかるんだけど、まあそうね、朝の葉っぱのあたりをもみにして匂い嗅ぐと、すごいいい匂いするんだよ。<laughs> そう。でも、あの、朝を持って帰っていったりしたら、もうそれで逮捕なんで、逮捕なんで、皆さん気をつけてくださいね。<laughs> そう。で、まあ、あの、私も海外に何カ所か行ってる間に、やっぱね、あのー、マリファナ、何回かする機会がありました。 本当ね、あのあと、マリファナの毒性、覚醒剤としての毒性っていう問題になったら、まあ、あの、日本人は多分、騙されてます。<laughs> そう、おそらく、あの、マリファナよりも、よっぽどタバコの方が害あるし、よっぽど、あの、よっぽどね、あの、7%、9%の焼酎の方が危険よ。<laughs> <laughs> あの7パイー9パーのさ、あのうんとあの、超強烈なさ、焼酎、ごくごく飲めちゃう焼酎が普通にコンビニで売ってるっていう状態がもう異常だからね。<laughs> まあねあの、外でさ、お酒飲みながら歩いててもさ、別に怒られるわけでもないし、あ,のある意味さ、すっごく寛容な国で、うん、あの先進国でこんなさあの、いろんなものに寛容な国って、まあ、日本が一番じゃないのかね。そう うんまあ、宗教に関しても縛りはないし、まあ、例えばさあの、うんと、キリスト教の中でもねカトリックだと思うけど、私あ,あんま詳しくないからごめんねあの、同性愛にすごい厳しいところがあるんじゃない、まあ。よく映画の中でもさ、あのうん、とあの私はやっぱりあの神に愛されたいからあなたとは付き合えないわとか言って別れちゃうような、まあ、同性愛のカップルの,さあの話とかが出てきたりとかさ、まあ、そういうあの悲惨な、ね、物語もいっぱいあるけどさ、うん ま、日本はさ、宗教的にどうのこうの関係ないし、どうせは別に普通に全然問題ないし、あの、うんと、なんだったらね、あの、昔はともかく、昔っていうか、あの、昭和の時代はともかく、今だったらね、別にあの、高校生の男の子同士が付き合ってたからって、あの二人付き合ってるんだ、ぐらいな話で済む話じゃない。そう。まあ、あの、私がさ、例えばさ、あの、YouTube にコメント残して、私のことさ、 なんか気に入らなかったらしく、あの、なんだかんだ調べて、あの、お前は結局親父じゃんみたいな感じで書かれたこともあるんだけどさ、そんなのはね、本当頭の悪い、もう本当と子っ頭の悪い方たち,たちだけで、そう、基本的にはさ、あのー、日本って昔から他人のことに興味がない <laughs>、他人のことにあまり関心のない、あの、お国柄よ。<laughs> <laughs> そう田舎だからコミュニティが小さければあのそんなことは見にくなるけど多くなればなるほどまああの、うん、と国民性としてはあんまり他人に興味がないっていうのが私の中のまあ本当のところかなと思ってて、うん、と私もねあの結局他人に全く興味ないのそうだからあの私の隣にもしあのテロリストが住んでてもあそうなのみたいな感じだしあの なんだろうな、えっと、まあ、友達があの、うんと、ソープで働いてた頃も、と、ソープで友達働いてた頃とかもいたけど、まあ、そんなの別に全然平気。そう。うん。 あの、他人の仕事をどう残るなんていう差別もないし、まあ他人が何してても関係ない。<laughs> 私とあなたは違うだけ。私は私、あなたは私っていうのが、まあ私の感覚ね。まあそんなわけでさ、あの、まあ少子化の話に戻るんだけど、そう、まあ結局のところね、あの、今、あの、当たり前のようにね、えっと、カトリック、まあイスラム教じゃない。 キリスト教が入ってきた明治以降にあの植え付けられたね、あの、東洋じゃなくて西洋の無理やりなあの感覚に振り回されている限り、あの、なんて言うんだろうね、あの、うんと、もっとね、もっと恋愛もセックスも、セックス言っちゃった。恋愛も、あの、世のお勤めも、あのー、結婚も、メアリーも、 あの、もっともっとね、自由にならないと、自由にならないと、自由にならないと、少子化なんてね、なくなるわけがない。<laughs> 少子化になるしかない。そうで。少子化が問題は問題だって言ってる人たちは、経済の問題を挙げる人が多いと思うんだけど、まあ、少子化問題で、徐々にね、あの、保険料も税金もどんどんあの入らなくなってくる。いいじゃない。日本は肥大化しすぎてるだけ。 そう。別に私はね、あの、外国人の移住がどう、あの、移民がどうのこうのっていうのはね、ちょっと話が大きすぎて、あんまり話す気もないんだけど、まあ、できればね、私はね、うんと、海外の人が日本には入ってきてほしくない。<laughs> やばいこと言ってるね。また、あの、敵を増やすかもしれないけど。そう。なんかね、本、う、当、ん、日本の文化、 はまあね、日本のはさ、あの、テキサのいろんなことをリスペクトして、あの、自分ちの国で、あの、魔改造して、いろんな新しいものを生み出す傾向があるじゃん。そう。あの <laughs>、まあ、いっぱいあるよ。有名なのはさ、まあ、あの、トルコライスなんかもそうだね。<笑><笑> トルコライスって私ねトルコにあるからトルコライスだと思ったんだけどトルコライスってあの日本でしかないみたいね <laughs> だからさ、まあ、日本にしかないあのあの変なものはいっぱいあるし、まあ、日本にしか理解できないような文化もいっぱいあるわけじゃん、まあ、そういうのを今後もあの、えっと、守るというかあの大事にしながらあの今後の,、ね、あの子供たちにも伝えていけるような 社会であってほしいなと思うんだ。そう。まあでも子供がどんどん減っても大人が減っても、ただね、今、いびつなのは、あの、うんと、上の、上の先輩方がね、あの、うんと、早くあの世に行けばいいのに、まあ頑張って生きていらっしゃるので、そう、ちょっといびつな形になってますが、まあ徐々にね、上の人たちは、あの、うんと、ぽっくり行くことでしょう。で、まあ、上の人たちが行くのと同時ぐらいに私たち世代もぽっくり行くことでしょう。大丈夫。私1974年生まれだけど、 まあ、長生きしないから。そう、1970年。まあ、多分2000年ぐらいまでの世代は、まあ、30ぐらいまでの世代は、多分そんな長生きしないと思うよ。<laughs> そう。あのね、昔の人みたいにすごい健康的な食生活をしてる、あの、若い頃過ごしたわけでもないし、まあ、ジャンキーな風土に囲まれて育った世代だから、あの、うんと、今の若い子たち健康意識も高いじゃない。まあ、その子たちが、まあ、 まさに Z 世代の子たちがさあの主流になる頃にはもう、えー、と上のさあの私たちはもうあの、うん、とほとんど生きてないかもしれないね、うん、まああの新しい世代であの新しいあの日本を作っていけばいいんじゃないかなと思ってるの、うん、そういう意味ではあの、うん、と少子化少子化ってさ、まあ、選挙でさぐるぐる回ってるあの某某党もいろいろありしたあの 特に女性議員は少子化いうの好きよね。<laughs> そう、そう、女性議員は少子化っていうの好きよね。あと,、うん、と、ジェンダーの問題を取り上げるの好きよね。そう、ジェンダーの問題を取り上げても、あの、あの、中途半端すぎる私の話には全然関係ないからね。<laughs> そうそう、うん。 で、まあ、あの、うんと、女性のね、職場問題もね、まあ、男性とじょ女性で、ま、賃金格差があるとか、ま、いろいろあるけどさ、そう。それはさ、多分ね、あの、女性にも問題があるんだよ。そう。うん。あの、なんだろう、男性にも問題あるけども、あの、女性は女性らしいことを活かすための働き方をしなければいけないわけ。 するのがベストなわけでも、女性らしい働き方って何だろうって思う考えないそう、私ね、あの、うんと、私の周りの女性は、どっちかというと、まあ、キャリア志向のさあの、ウーマお姉ちゃんが多いから、そう、お姉ちゃんって言っとくね。<laughs> なんかあの、でかい声で喋ったら、なんか、なんか、なんか、あの、 誰かが聞いてるかもしれないけど <laughs>、お姉ちゃん、お姉さんたちはさ、キャリア志向のお姉さんたちはね、あのあの自分の女性としての考え方をビジネスに反映させるっていうことにものすごく一生懸命だけど、まあ、あの、うんと、ね、雇われてる OL さんにしての中ではね、あの、不遇な仕事の働き方をしてる方もたくさんいらっしゃると思う。うん。まあね、あの、うんと、 自分が女性である以前に一人の人間であり、男性と対等だからこそ、男性と対等な仕事ができるってことをしっかり、あの、アピールできなきゃいかんよ。それは男も女も関係ない。うん。社会で働く以上みんなそう。うん。で、うん、と私はね、私はもうそんなのすらもう興味なくて、そんなのすら関係なくて、 もうあの、うんと、全然ミニマムな生活でもいいから、私がやりたいこと以外や,やりたくないので、他のことはもう持ってこないでっていうような、ものすごい、ものすごいいい加減なやり方になってるので、まあ、あの、48になりましたが、あの、お財布の中はいつもピーピーみたいな。<laughs> いいのそれで。そう。今すぐにお金必要じゃないから。今すぐに必要なのは、あの、16時間ダイエットする私の根性だけ。うん、まあ、そんなわけでですね、んと今日は、 今日はですね、えー、と少子化問題と、まあ、少子化問題はなくならんでしょうそもそも人間が多すぎやしねえか会社も多すぎやしねえか仕事を探すのそんなに面倒かそうあの何でもいいんだったら何でもあるよとそうもちろんさ給料がいっぱい欲しかったら、まあ、給料がある多い仕事もあるでしょうし、まあ、自分でねあの仕事を作っていくっていうのも まあ、あるでしょう。企業も。あると思うんで、あれだと思うんだけど、まあ、そもそも、社会のニーズに合ってない企業をしたってもう、あのー、うんと、そんなね、うまくいくってことはないだろうし、社会のニーズが、もう、すごいスピード入れ、入れ替わってくるから、昨日起業したところで、今日、昨日ね、社会のニーズに合ってた会社が、今日もう社会のニーズ合ってないなんて,て、だらよ。そう。 あの、一年前にうまくいってた会社が今年うまくいくっていう保証なんか何もない。それはどの分野でもそう。そう。だからこそ起業しても常に変化を、まあ、毎週、毎年毎年新しい会社を作るぐらいのバイタリティがないと、多分あの個人でやっていくのも難しい時代じゃないかな。まあそういうね、わかんないところは全部 AI に聞けばいいのよ。そう。も、ま、う、あ、ね、個人事業主はもうね、ほん AI の奴隷になればいい。 うん。個人でお仕事をしてる人は、もう AI に、あの、で、奴隷なれば、多分それが一番、あの、リスクが少なくて、そう、確実なんだと思うよ。そう。まあ、そんなわけでですね、うんと、今日はちょっと短めですが、少子化問題についてお話ししていきました。私の m キャストは、今週はこれで終わりです。来週も月曜日から月、月火水木、金と、金と、 えっと、毎日10時から YouTube で配信となります。うん。今週なんとかね、えっ、ー、と、10時からっていうのを確立できたので、来週も継続していきたいと思います。で、あの、この MCAST では、えっ、ー、と、どちらかというと、あの、クイアの私、メフェンの世の中の見方を通した、ちょっと、 あの、よってペラペラ喋れないような内容も YouTube でペラペラ喋っていきたいと思います。そんなわけでですね、あの、まあ、あの、私はね、うんと、ポッドキャストなので、なんか作業しながらとか、なんか、あの、仕事しながらでも、ちょっと聞いていただければいいなと思ってます。皆様のね、あの、ぜひ、耳のお供になりたいと思ってます。そんなわけで、LGBTQ の、まこねえこと、 小川誠と m キャストフレビール放送局からお伝えしました。またねまた来週バイバイ